さん。その新薬を使って人体実験が行われておりました。お前荷物全然持ってないじゃん。なにこれ。消去してね。夜中綺麗にしていきましょう。なんもねえじゃんよ。最初はアプリの誤作動かなって思っていたんですけどね。その後あんなことになってしまって。くん、結婚おめでとうございます。意識不明の状態で。スタンプカーみたいな音。ちょっと待って。